はい、皆さんお疲れ様です。というわけでね、今日はクラスチェンジをしていこうかなと。いやー、まあ謎にやってなかったやつがいっぱいいるんで、はい、まだまだ精進せねばなりませんな。というわけで、最後まで戦ってたのになぜかお前は最後までいなかっただろうとかってボルドーさんに言われてしまったホドリックさんです。かわいそう。味方一列を中ガードでかわ、まあトラビスに一応やっとくか。褒めても何も出ねえぞ。まあロルフも一応やってるか。腕が上がったか。まあ今しれっと上に向けて打ってるから大丈夫。上から落ちてきたりしないで。一番なぜかやってないのフラはね、なぜかやってない。余裕で最優先やと思う。これからはもっとお役に立ちますよ。フェイタルホール。ラデルも謎にやってない。この辺マジ謎。ほんまに謎。槍が冴えてきたぜ。この辺はもういいでしょ。ああ、モニカも謎にやってない。なんでこの辺やってないんだろうね、俺。日頃の鍛錬の成果ですわ。ラインバリア。まあレックスは頑張れよ。でもこれで結局さ、勲章今101個とかになってたからさ、やっぱやらなくて正解だったかもしれない。やばい。攻撃1回あたりのさ、あれはさ、バルトスライトよりアザルトランスの上なんだよね。まあそこまで味方の HP が持つか問題はあるけど、ライブかな。命中か。会心違うよな。命中だよな、確かテクニカルって。
まあ、防御は確かに高い。いやてかさ、アデルがさ、多分 HP 伸びすぎっていうかさ、ああ、じゃあ、こいつ、なんか装備で上がってんな、これ。ああ、そっかそっかそっか。シレナサリスタで上がってんのか、びっくりした。あまりにも HP の差が大きすぎてビビったわ。アイテムがね、いやごめん、お前こそガントレットだわ。HP を上げたいけど、あれどうやっけ。あれ HP 上げるんだっけ。待って、俺の目腐ってるかもしれない。待って、俺の目腐ってるわ。どれだ、あれ、あーあった、命の取れの全然見えんかった。あーちょっと暗いかー、さすがにかなー。ていうかこいつが前線にいることがおかしいんだよ、そもそも。シルバーバングルがいいと。ブラウンも言うたってシルバーバングルでいいんだ。アタッカー2人ね。
技物を揃えているつもりだ。気に入ったものがあればいいが。チェインか、チェイスか。いいものを選んだな。いいものを着、まあこんなもんでいいや、とりあえず。オーケー、さあ行こうか。というわけでストーリーサブクエストっぽいやつ行ってみよう。ララノは無事だったのね。よかったよかった。え、これはこれはロザリンデ様。後ろのものはコルニアの解放軍よ。彼らに助けられたわ。これは好機。ララノ、町の中なら地の利がある。私がここで潰してやろう。ああ、洗脳されてる。一旦引くぞ。敵襲だ、迎え撃て。ここで反乱軍を叩き潰す。一人も逃すな。はい、洗脳されてますね。当たり前なんだよな。そりゃそうよ。レベル20だ。あー、まずレベルが上がっている。あー、なんてことだ。あー、レベルが上がっている。これもうついてこれなくなってるキャラがめっちゃいるわ。ライオン、なんで裏側守ってんだよこいつらはよ。出撃する。やれる。すぐに飛び立つ。なんかいたわ。戦士を前に愚かな。天は見ているのだ。答えてみせよ。ああ、行こう。言う通りにするわ。あっちね。制圧完了だ。立ち塞がるなら排除する。この勝利を天に捧げる。好きに使っていいわよ。あら、そっか、魔法だからか。わ
かったわ。容赦はしない。天は見ているのだ。俺が出るぜ。何でもやるぜ。任せときな。俺とやろうってか。いいぜ。見たか。いつでもやれる。すぐに飛び立つ。やってやるぜ。あそこだな。了解。やれるだけやる。ここはてめえの墓場だぜ。強っ。待って、不利だわ。一応俺こっちさ、飛行特攻で作ったね。こっちの方が飛行特攻になってる。なんで、見てみよう。禁止せずに攻撃も覚えてる。楽勝だったな。ラインショット300になるけど、2人やったら200になるし、実質1で100だから、ラブショットの方が強い。この方がいいか。メテオスラッシュ基本あってもらって、条件なかったらインベイラー打つよぐらいの方がいいか。何でもやるぜ。じゃあ行くか。言う通りにするわ。あっちね。敵地制圧、あっという間だったな。天使を前に愚かな。この勝利を天に捧げる。応えてみせよう。ああ、行こう。うわ、いたし。到着したわ。立ちはだかるなら投げ払うまで。若い子には負けないよ。お力になります。了解です。指示をちょうだい。やってやるぜ。あそこだな。了解。やれるだけやる。ここはてめえの墓場だぜ。いや、強くなってきた。なんかこの際こんなもんかよ。
容赦しません。まあとりあえず勝てるから落とした後に回復でいいかな。いや、さすがに。超被害が少ない。ああ、いいわ。力が湧いてきた。こちらの勝ちです。体が向かいます。色が悪いですね。倒しきれんの？ああ、これ高レってなった方がいいか。いや、フェイタルフォール弱いな。フェイタルフォール弱いな。だってあの HP が低いんだもん、こいつ。いや、絶対これのせいだよ。あれ違う。なんで？騎馬特攻やのに倒しきれない。何？マジ？ちょっとなんで倒せんのかちょっと見ていい？え、なんで倒せんのこれ。共に参りましょう。分けてあげるわ。これで回復するわ。魔力を乗せるよ。待って、分けてあげるわ。みんな耐えてよ。一掃します。一息ついて。回復よ。回復よ。回復するわ。この調子でいきましょう。待ってくれ。なんで牙優先やのに牙優先しないんだこれ。え？ほら牙系の敵優先。え？なんで？牙系の敵優先してない。なんで？でもひとっ飛びですよ。はい、いやそうだよね。いやもうどういうことこれ。このゲーム本当によし、行こう。どう出るべきか。行くぞ。次はどうすべきか。立ちはだかるなら投げ払うまで。いやマジで意味わかんなかった今。もう動けません。お力になります。お任せください。
了解です。すぐにおねんねさせてやる。学びは尽きないな。喜ばしい成果です。はいよ。これも一緒でラインショットはあくまで、隊列が3人以上いるときのみ。考えるんだ。ロイヤルオーダー。ああ。こりゃいいな。言う通りにするわ。すぐに向かうわ。何でもやるぜ。任せときな。さて、向かおう。取りましたよ。お力になります。向かいます。作戦時間が残り半分だ。みんな頑張ってくれ。俺とやろうって気にはさせない。うんと言わざるを得ないわ。さあ会話だけ聞こうかな。誰一人逃すな。ここで反乱軍を始末するぞ。ラルノ、少しの間我慢してね。よくないこれ。風を出させません。反撃よ。元気を出さないと。守りの力。風に舞う。援護する。精霊よ。燃え上がれ。すぐ直す。回復するわ。私が怒りを裁きよ。それ継続するわ。守ってやる。もらったよ。あーうぜー。しましょうか。はい、しゃなし。まずいだ。苦しい戦いになりそうだ。やれるだけやるわ。一発でも外したら命取りだな。勝てるだろうか。なんでこれは。俺も混ぜな。お任せください。いけるか。ここがてめえ。俺が相手だ。手を貸すぜ。言いたくないけど。すぐにおねんねさせてやる。あー倒せんか。いいぜ。オッケー、やりきれる。いいぞ。いいね。精霊よ。遅い。傷を癒します。地の精霊よ。負けません。風を振り切った。ダメよ。守ってやる。大地の力を痛いわね。早くしめ。チェイスが強すぎる。マジでやばい。まだ伸びしろがあったなんてね。悪い、体力の限界だ。ワイドチェイス。この味方が攻撃した際に発動。敵横一敵を一列に追撃する。ひゅい。
まあまあまあ、まあ、申し訳ありません。むざむざと敵に体を操られ、同胞を危機にさらしたばかりか。何をおいてもお守りすべきロザリンデ様をも。仕方ないよ、ほんの。立ちなさい、ナラノは。なんたる集大、申し開きもできません。忠義に熱いお前だからこそ狙われたのよ。許すも許さないもないわ。それにあなたのおかげで私は迷いの森まで逃げられた。あなたがいなければ解放軍の助けを得られず、大事な妹も助けることはかなわなかったのよ。すぐに迎えに行くべきだったのに、できなかった私の方こそ謝るべきなの。そのようなことは決して。寛大なお言葉、恐れ入ります。救われたこの命尽きるまでロザリンデ様にお仕えいたします。いやー、よかったよかった。じゃあラノアさんはこの町を守護してもらおうかな。もう人がいなくてね。もう人手がないんだ。あんなとこいたのか。まあ当然エルフフェンサーだよな。あれだね。誰がわかんねえ。よっしゃ。まあだから何かもあるかな。ちょっと闇商人とか言って、これ商品入れ替わってるね。入れ替わってるか、場所でよって違うんか。物理攻撃する前に発動。水垣味方の探偵ボールのホールの石と石の石のダメージを 50% 上がりました。ワフワフ、あれ強くねこれ。あれこれ強くね。
ははは、特攻すぎる。いや強靭な素材、え、持っとるやん。持ってないわ、びっくりした。物理攻撃をプラス20の、物理攻撃20の武器としてめちゃくちゃ優秀だけどね、普通に。いやーいやー、お金が足りなせんに。高度速度は下がるからに、高度速度ゼロなんだけど。ゼロって何？これ行動するよね、ゼロでも。ちゃんと。イリシオンが大して活躍できてない時点でなんか微妙なんだよな。まあ、両方でシェルフィードバリアすれば強いのか。いや結局だな、結局だなこれ。なんか前衛張れるキャラ少なくね、マジで。もうちょっと前衛張れるキャラが多くないときついなこのゲーム。まあ、ひたすら回避する。
石いらんな。あれ、ヒークつけてくれ、お前。とりあえず。お前らとりあえずルーキーエッグつけてくれ。エイドキットじゃなくて、なんか召回復するやつなかったっけ。キュアシード、キュアファイヤー、キュアポイズン。これ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 、ホワイトナイト、クレリック、エルフアーチャこんな感じかな。装備でこう結構上げていく。この前やろ。やばい、配信してる、配信じゃない、動画撮ってるの忘れそうになる。いや、そうイベイドがあるんだよね、ここに。どこだったっけな、なんか。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。また。いや、あれの弓場みたいなのがあったんだって絶対。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。どこやったかな、どこやったかな、もう忘れちゃったよんな。
ちょこちょこ無理。いいね。おお。おお。あ、サブクエストなんだ。しかも21、結構レベル高い。ここで20だったから、なんか一気にレベル上がってきた。あ、ここまでいかないかんの？おーい、長いって。また長くなりそうじゃん、今回。なんか、エルフの街長いね、全体的に。結構、マップ自体はそんな大きく変わんないはずなんだけどな。おい、何をしている？あそこにいるのはエルトリンデか。なんだ、用があるなら声をかければいいじゃないか。静かに。お、エルトリンデに用があるんじゃないのか。なぜ盗み見るような真似をする。君は一体何者だ。なんだ、もしかすか。ここでは話せない。ついてきて。推し活か？いや、絶対推し活だろ、これ。私はガラドミア。かつては巫女を守る近衛だった。かつてゼノイラ軍が侵攻した際に許されない失態を犯したんだ。部隊を全滅させたばかりか、己の命惜しさに巫女の居場所を敵に。それからずっと今まで身を隠してきた。そりゃ顔向けできないな。なんで今さら出てきたんだよ。おい、レックス。解放軍がラウルハル城を奪還したと聞いて、もう一度私も巫女の弓となり、この身を捧げたいと思ったんだ。そのために武勲を立て、きっかけとしたい。どうか巫女には内緒で共に戦わせてくれないか。隠す必要はないだろう。正直に話せばいい。君は詫びに行くのに土産も持たずに行くのか。確かにな。いいじゃないか、アレイン。長いこと反省したみたいだし、協力してやろう。まあまあ、確かにな。さすがレックスは話が分かるな。なんで名前知ってるんだよ。確かに。物陰からずっと見ていたからな。怖っ、はあ、何か釈然としないが、役に立たなければ抜けてもらうぞ。では衰えてはいない。必ず役に立とう。アレイもしっかり言ったな。いや、エルフアーチャーな、ちょっとな、3人目なんだよね。うん。3人目なんだよね、エルフアーチャーね。さすがに多いかな。長えー。なげえよ。よし、行こう。出撃する。あ、ミスった。見てなかったマップちゃんと。まあいるね。あ、もう大体上がった。うん、ほんと大体上がった。俺が出るぜ。出撃するわ。
私に任せろ。はいよ。じゃあ行くか。次はどうする？やってやるぜ。任せときな。考えるんだ。どう出るべきか。よし。さて、いつでもやれる。言う通りにするわ。好きに使っていいわよ。あっちね。どう出るべきか。行くぞ。私を見ておけ。ああ、行こう。俺が相手だ。戦力差すぐにおねんねさせてやる。こんなもんかよ。好きにはさせない。俺とやる。容赦はしない。俺が相手だ。ここはてめえの。天使を前に愚かな。ああ愚か愚か。天は見ているのだ。実に愚か。言う通りにするわ。すぐに向かうわ。考えるんだ。向かおう。何でもやるぜ。じゃあ行くか。答えてみせよ。私に任せろ。まあエルドリーズ出してないからね。立ちふさがるなら排除。俺が相手だ。よし。どう出るべきか。行くぞ。指示をちょうだい。わかったわ。はいよ。任せときな。いつでもやれる。ああ、行こう。ここは抑えた。さあ来い。容赦はしない。俺が立ちふさがるなら排除する。手加減はできんたちでな。考えるんだ。よし。何でもやるぜ。あそこだな。了解。通りにするわ。すぐに向かうわ。好きにはさせない。容赦はしない。さあ来い。立ちふさがる。俺が相手だ。容赦はしない。は見ているのだ。私を見ておけ。私に任せろ。好きには天使を前に愚かな。手加減はできんたちでな。俺が相手だ。また一歩進めたな。いい調子ね。いいね。上々です。いいね。感じるよ。強くなったの。いいね。いいね。しかも答えてみせよ。ああ行こう。向かおう。はいよ。じゃあ行くか。好きに使っていいわよ。あっちね。さあ来い。立ちふさがるなら排除する。疲れで飛ぶこともできん。俺が相手だ。容赦はしない。
俺は天命なのだ。この力使ってくれよな。いいのではなくて、皆を守れる騎士となろう。一度羽を休める、それからだ。いやマジでいい、強すぎる。な、適当に進行してたけどさ、この辺いるのかな。さすがにないか。言う通りにするわ。私を見ておけ。ここだな。好きにはさせ。さあ来い。お前が当たっとんかい。勝利を積み重ねよう。考えるんだ。よし。待って。何でもやるぜ。あそこだな。了解。ちょうだい。分かったわ。戦力差は気力で補う。すぐにおねんねさせてやる。ねえ。腕が上がったか。いいんじゃねえの。楽勝だったな。ああそっか、エルトリンでいたわ。さて、ありがとうよ。好きに使っていいわよ。あっちね。はいよ。ここがてめえの墓場だぞ。立ちふさがるなら排除する。いや、なんで勝てんねん。俺とやろうってか。いいぜ。やってやるぜ。んじゃ行くか。すぐにおねんねさせてやる。こんなもんかよ。言う通りにするわ。すぐに向かうわ。いいものを手に入れた。ここがてめえの墓場だぜ。くっそ、足も動かねえ。好きに使っていいわよ。あっちね。何でもやるぜ。考えるんだ。向かおう。違う。どう出るべきか。よし。どこまでやれるのかしら。己の不運を呪いなさい。いつでもやれる。すぐに飛び立つ。言う通りにするわ。すぐに向かうわ。到着した。考えるんだ。向かおう。好きにはさせない。やったぞ。俺が相手だ。まあこの辺の追払いはさせてもらいました。よし。どう出るべきか。あとは任せて。ここだな。いやー今回楽だね。回し電がずっとあるから。あれ。好きにはさせない。どうなっても知らない。俺が相手だ。
どこまでやれるのかしら。好きに使っていいわよ。さて行くぞ。やってやるぜ。あそこだな。了解。私を見ておけ。ああ行こう。好きにはさせない。やれるだけやれ。天使を前に愚かな。考えるんだ。感謝するわ。アスカに倒せるやろ。不運と言わざるを得ないわ。ああ、なんか落ちてるわ一人。この力で皆を守りましょう。見ててね、母さん。私いいでしょ。まだ強くなれるのだな。いいね。言う通りにするわ。あっちね。何でもやるぜ。任せときな。さてよし。どうなっても知らないわよ。惜しかったわね。指示をちょうだい。いつでもやれる。私に任せろ。制圧した。考えるんだ。あフラー隊がまだ全然成長してなかった。うーい無理。行きます。あの辺ちょっと一回レベリングしないといけないな。どこへでもひとっ飛びですよ。了解です。さすがにこれは天からの恵みだ。容赦しません。甘く見ないでくださいね。私を見ておけ。ああ行こう。さて向かおう。はいよ。あそこだな。了解。お任せください。向かいます。ふむ、ここだな。かかってきなさい。なんかいたー。こちらの勝ちです。どう出るべきか。頑張りますよ。どこへでもひとっ飛びですよ。次はどうすべきか。好きに使っていいわよ。わかったわ。俺が相手だ。勝利を積み重ねよう。何でもやるぜ。んじゃ行くか。言う通りにするわ。あっちね。考えるんだ。行くぞ。ここだな。
あ、待って、チェンジできた。俺が相手だ。ここがてめえの墓場だぜ。よりお役に立てますね。すぐにおねんねさせてやる。楽勝だったな。お任せください。了解です。俺とやろうってか。いいぜ。やってやるぜ。あそこだな。了解。すぐに使っていいわよ。すぐに向かうわ。さて、よし。ここがてめえの墓場だぜ。どう？あたし強いかしら。体力の限界だ。どこへでもひとっ飛びですよ。はい。かわすっていく。投げ払うまで。背中は私に任せ援護する。ナイフは強いんだよね。ごめん。たまにあるこれ。この現象。お力になります。向かいます。どこへでもひとっ飛びですよ。はい。次はどうすべきか。着きました。どこまでやれるのかしら。背中は私に任せろ。好きにはさせない。かかってきなさい。俺とやろうってか。いいぜ。強くない？なんか一気に覚醒したんだけど、この際覚醒した、覚醒した、なんか知らんけど覚醒した。カモがやってきたぜ。お前らやっちまえ。おとなしくしなさい。最後おまか。おいし、反撃だ。かき乱せ。あははははは。ジャスト。エールトリンデ様。学びは尽きないな。これで少しは強くなったか。くそ、足も動かねえ。巨人の王のエビスマッシュ。敵一列対象に傷つく。強っ。ただそれはね、多分グラディエーターよりもあいつが使った方がいい。トプリタ、トプリタじゃない、なんだっけあれ、あの斧のやつ。エルトリンデ、君に会いたいという者がいるんだ。あら、どなたですか。驚いたろ。これには事情があって。なぜあなたがここにいるの。カラダミア。怒りはもっともだが、話を聞いてやってくれ。心配していたのよ。無事でよかった。エルトリンデ様もよくぞご無事で。おそばにいることができず申し訳ありませんでした。待ってくれ、どういうことだ。ん？なんかちょっと事情が違うぞ。つまり全部嘘だったのか。何？全部ではない。私が巫女のコノエだったことは本当だ。はあ、それじゃあ過去にしでかしたことは。その部分はデタラメだ。はあ、ガラドミアが私を売るようなことは決してありません。しかし侵攻時に城を離れており、
巫女を守りすることができなかった。その後も城に近づくことは許されず、おそばに戻ることはかなわなかった。なぜ俺たちに嘘を。ゼノイラ軍も大半は元コルニアの人間だ。そしてそれは解放軍の君たちも同じ。君たちが信用に足るかを見せてもらうためだ。試すようなことをして悪かった。ごめんなさい。彼女は悪いエルフではないのよ。ただ用心深すぎるところがあって。用心深いな本当に。なんだよ、内緒にするの大変だったんだぜ。まあ認めてもらえたのならよかったよ。そうだな。なんかいたわ。あ、隠鉄石。ガラドミアね、エルフアーチャー3人目なんだよね。エルフアーチャー3人目なんだよね。まあ、あとはここよ。めっちゃディフェンダーじゃんこいつら。わー、ちょっと待ってー、リエル、リディエル頑張ってー。うわー、これアタッカーとはいえ、いや、まあまあまあ、アタッカーとテクニカルの差って感じだなこれ。くー、これどうするこれ。これ難しいなこのゲーム。キャラが、舞台に必要なキャラはそんなに多くないけど、街に必要なキャラが多くて、で、それでいて、って感じだから。いや、正直ね、舞台数は、正直これ以上いらん。6あったら、まあ7か今。まあ6あったらいける。よっ。銃も舞台は正直いらない。まああった方が楽なのかもしれんけど。せっせやな。何よう分からんけど、そうじゃん。ああ。技物を揃えているつもりだ。気に入ったものがあればいいが。おお、強い。魔法の戦士のメダリオンだ。うん、当たり前のこと言ってる。いいもの、気が。アタッカーに持たせたいが、ガチガチの魔法アタッカーなんていたっけか。
せとけって。技物を揃えているつもりだ。気に入ったものがあればいいが。ガード封じ無効。そのうちガード封じ無効無効が出るよ。あーこれか。気が向いたら。いらっしゃいませ。お好きなものをお選びください。ありがとう。ぜひ。まいい判断だぞ。北回りに行くことも可能っちゃ可能なのか。まあしゃあない、これは分かんないから。いや、これでさ、この巨人の斧、これまず装備させるじゃないですか。で、まあ、これ、まあ、これはこんなもんでいいと思うんですけど。いや、ガーディアングローブいらんな、余裕で。余裕でガーディアングローブいらん。まあ、ちょっとまあ、これは後で考えるとして。アミュレットペンダント誰持ってんの。彼女やろ。
あベルニスか。ああじゃあいいんだよ。でどこ行った？加入順だからこの辺。あれガーディアングローブに コンボですよな、キトラさん。ヘビースマッシュで敵一列に攻撃して対象に気絶を付与した後にこれで削れますよねっていう状態で、アサルトブローで格好撃破していくっていうコンボ。なんならアウトレイジも使えると思うっていうね。まあ、1体だけだったら使う意味なんないから2体以上いる列だけかな。まあ、これによってここの殲滅力がさらに上がったわけですが、横一列で横一列ですデーンっていう。広くない？広くない？ここ。
あったは？あーいやびっくりしたびっくりした。あーこっちか。命中プラス50、開始率マイナス30。なるほどね。大地の海出すぎでは。待って待って、大地の海出すぎではいくらなんでも。あ、大樹か、大樹の海。まあいいわ、とりあえずね。そろそろ行けるようになったのって話。いや、やっていけた。なんで一番最初の街がこんな行きにくいんだよ。名前は知っといて。技物を揃えているつもりだ。気に入ったものがあればいいが。うるせえ、やがましいぞー、殺すぞー。意外とソルジャーもういない。ゲルズ、そんな名前でいいんすか。いろいろいいな。あ、これいいな。出撃します。撤退します。指示をちょうだい。まだ心は折れていない。移動するわ。到着よ。制圧したわ。任せて。燃えてきたわ。オッケーオッケー。守備兵のためだけに雇用してるからね。ここは任せて。知った。2段階やるー。出たー。バカだねー、バカだねー。
バカタレイ。あ、ここさっき無理だったか、多分無理だから。うん、バカタレイ。どうなんやっとんねー。ふう、まったく。というわけで、茨の森。うーわ、絶対それこれそういうことじゃん。え、広すぎるよね。さすがにこれ全土はないだろう。さすがに広すぎる。それはないだろう。さすがにな。感情列席じゃない。もう上級なんだ。あー、解放戦か。失せろ。お、あったあった。まず一回手記見ていい？妖精ケルベロス死者ゴーレム。じゃあ次ケルベロスなんで、もうあのあれですね、しばらく先ですね。21、これ22、これ18、まだやってない。え、待って、やべ、やっぱこっち先やるのが正解なのこれ。やっぱりいけちゃったもん。だってさ、だっていけたもん。ここだってレベル13とかじゃん。だって次15だったらいけたもん、普通に。いや、待って、これ俺またこっち蹂躙することになるかもしれん。こっち蹂躙になるかもしれん。待ってくれよ。いや、だっていけたのに。いけたじゃん。みんな見てたでしょ。いけてたもん。全然いけてた。余裕でいけたもん。いける。みんなもいけるよ。こんな難しいことない。一応これエキスパーズ、エキスパーズだよ、これ。何、どっか書いてない。エキスパード、エキスパード。何でエキスパード。あったらあったあった。いけたって。ちょっと最後、ラストここにします、今日。まあ、多分すぐやろ、これは。あー、まあまあ10分ぐらいで終わりです。ちょうどいい。
まあ言うても飛行部隊出すほどのレベルの高さじゃないから、まあここだったら、いやまあこいつも言うて歩いていけるな、いけるいける。ただ魔法なんで、魔法にはさすがにこのマンドラン隊を出せないので、そうなってくると誰が出せる、誰も出せない、すごい誰も出せない。行きます。よし行こう。お任せください。了解です。俺が出るぜ、何でもやるぜ。じゃあ行くか。どう出るべきか。行くぞ。ここがてめえの墓場だぜ。アシスト魔法が両方飛んできます。気にはさせない。俺とやろう。俺が相手だ。ここはてめえの墓場だぜ。なんだ、何がある。さあ来い。まあいやもん。勝利を積み重ねよう。すぐにおねんね。好きにはさせない。俺とやろうってか。いいぜ。てめえの墓場だぜ。こんなもんかよ。何でもやるぜ。じゃあ行くか。さて、こりゃいいな。どう出るべきか。向かおう。あいしゃー。立ちはだかるなら投げ払うまで。撃破しました。
どこへでもひとっ飛びですよ。はい、ここだな。俺とやろうってか。いいぜ。やってやるぜ。任せときな。俺が相手だ。よし、ここはてめえの墓場だぜ。悪い、体力の限界だ。あはは、はいよ。さて行くぞ。到着した。作戦時間が半分を切った。引き締めていこう。こちらの勝ちです。お力になります。向かいます。どこへでもひとっ飛びですよ。やってやるぜ。あそこだな。了解。まずい、作戦時間が残りもうわずかだ。俺とや、さあ来い。危険な相手です。俺も混ぜな。より高みを目指します。足りない。ないよ。じゃあ行くか。すぐに。容赦しません。俺が相手だ。手を貸すぜ。考えるんだ。よし、やってやるぜ。任せときな。好きにはかかってきなさい。俺とやろうってか。いいぜ。まだ伸びしろがあったなんてね。喜ばしい成果です。ウェイ。あ、セリフ聞いてね。やらかした。まあやろ。名声もなんか A に近づいてきたね。危ねえ危ねえ。誰あなた。ああ、綺麗な端材必要すぎんか。いくらなんでもこれ綺麗な端材さ、毎回必要じゃん。わざわざ揃えているつもりだ。気に入ったものがあればいいが。ああなるほどね。戦闘終了時。あ、でもこれが、いや、どうだろう。気が向いいらっしゃいませ。お好きなものをお選びください。これ超全部買ったと思うんだけど。わあ、ギリギリ。いやー、こんだけの金使っていいかこれ。
じゃあちょうどいいぐらいの時間なんで、次は茨の森に向かおうかなと思います。では皆さん、お疲れ様です。